どうもネットでポチりたいです。今ご覧いただいているのは4ヶ月前今年の夏にアップした動画の一場面、マルジェラの旅バブーシュを紹介したやつですね。マルジェラマルジェラ言ってる割に旅は持ってなくて、初めて手に入れたのがこのバブーシュタイプの旅だったわけで、これが思いのほかよくってですね、気がついたら赤いのも靴箱に並んでて、変だなって思ってたら、なんともう一足ブーツまで買っちゃってたんで、今日はこの3つの旅を使ったコーデをいろいろ考えて、どれが一番かっこいい旅かを決めていきたいと思います。審査していただくのはこちらのしーちゃん隊員です。それでは第1ラウンドスタート。早速登場したのがつい数日前に届いた3センチヒールの旅ブーツ。カラーはディープフォレスト、深い森っていうらしいんですけど、まあオリーブですよね。バブーシュを履いた時、想像以上の履き心地の良さに感動したんですけど、この3センチヒールの旅ブーツはさらに上行く履き心地、柔らかな牛革、そしてつま先の安定感、ヒールもこの高さなら全然苦になりません。香港のセレクトショップ HBX でポチリ。なかなかお買い得なプライスでしたよ。マルジェラの旅って黒のイメージが強いと思うっていうか、私もそうだったんですけど、この色味にやられて予定変更、結果は大正解でしたね。黒のブーツだとかっちりキメキメになりがちですけど、この色ならカジュアルに履きこなせる、何より私が大好きな赤い色のアイテムとの相性がいいんです。ってなわけで、こちらのセーターは何シーズンか前のグッチ。グッチといえば最近はディズニーばっかりですけど、私は断然スヌーピー派なので、こちらを愛用させていただいています。マフラーは今シーズンのラフシモンズ。こんな感じで派手なカラーリングで遊んでも、足元が旅ブーツだとモードな感じで落ち着くのが良いのではないでしょうか。ちなみにこのブーツ、サイドをジップではなくホックで留める仕様。ホックを引っ掛ける位置で足首のきつさを調整することができます。履いてるうちにこのホックがガンガン外れてくるんですけど、まあ外れても履き心地に影響ないんで全然 OK です。ってことで続いては赤い色の旅バブーシュ。大好きな赤い色なので、これを買うのは運命という名の必然でしたね。実はブランド古着のカインドールで購入した中古です。セールで買えたのもラッキーでしたね。前の持ち主の方はかかとを潰さずに履いていた方みたいで、コンディションは上々。ソールに裏張りしてないのも購入のポイントで、私もバブーシュは裏張りとかしないで、どんどんなんか履き潰していきながら自分のものにしたい系です。赤色が映えるように他はシンプルめにまとめてみました。ニットの袖みたいになっているこのマフラーはだいぶ昔の案のアイテム。やっぱ赤には緑を合わせたくなってしまう性格なんですね。でちなみに夏バブーシュ紹介した時は裸足で履くって言ってましたけど、冬はさすがに無理なので靴下を合わせています。そして靴下なんですけど、なぜか我が家にレディースの旅靴下がいっぱいあったんで、新品でそれ使わせてもらってます。なんでこんなのがあったのかわからない人はこちらの動画をご覧ください。そして第1ラウンドの最後に登場、私のファースト旅でもある黒のバブーシュ。秋冬らしいシックめなコーディネートに合わせてみました。こういう格好もするんです、たまには。パンツはマルジェラアーティザナル、例の M47 をひっくり返したやつ。ぺったんこ靴のバブーシュだとどうしても裾引きずっちゃうんで、ひとまくりしました。そう考えるとやっぱり黒のヒールブーツも必要かなーなんて思いつつ、でこれまただいぶ昔から愛用しているドリスのコーデュロイジャケットから顔を出しているのはしーちゃんじゃなくて、犬好きな友達からもらったしーちゃんそっくりなブローチ的なやつ。てなわけで審査員のしーちゃんに若干目くばせしつつ、マルジェラ秋の旅祭り第1ラウンドは以上です。間髪入れずに第2ラウンド。1番手はやはり買ったばかりのヒールブーツ。今回はオリーブとか緑でまとめてみました。どうでしょう。昨年購入したオーラリーのトレンチコート、オーバーサイズのトレンチは流行りでもあるので、ちょっと外したいなと思い、ユニクロUのスウェットパンツに合わせてみました。
ゆるゆるシルエットでスモーキーなスウェットパンツとヒールの旅ブーツの組み合わせ、適度にモード、適度にカジュアルで、結局緑には赤を合わせてしまいがち。一年中クリスマスって言われがち。にしても想定外の履き心地の良さ。冬道でもガシガシ履いて歩きたいから、こっちはやっぱり裏張りしようかな。蹴り入れた時に可愛くなくなるけど、滑って転ぶよりはいいかもしんない。っていうか、好きな服着ていっぱい遊びに出かけられる、そんな時代になるはやで戻りますように。続いて赤の旅バブーシュ通行出目。先ほどのトレンチコートが流行りの真っ最中であるのに対し、同じミリタリーでありながら忘れられつつあるピーコートを使ってみました。このピーコート、ステファノ・ピラーティがやってた頃のサンローランで、とっても気に入ってるんです。逆に今ピーコートって新しくないですか？だって近々またやってくるんでしょ、ピーコートの時代が。なのになんでみんなピーコートダサいっていうのかなっていうのはさておき、赤には緑ってことでカモフラパンツを合わせて全身ミリタリー。もちろん黒い足袋でもいいですよ。もちろん合わないわけはないと思いますけど、なんかハマりすぎると落ち着かないんで、やっぱりこの場合赤かなと思ってしまいます。だから赤買っておいて大正解だったと思います。あとは迷った時には両方履いちゃうっていう手もありますしね。てなわけで黒のバブーシュ通行出目、こちらはシャツにダウンベストを合わせた私にしてはきれいめなスタイル。このダウンベスト、マルチェラメンズ初期のもので、一見普通ですけど、あちこちちょっとずつつままれてるような処理がされてて、技ありなアイテム。シャツとベルトもマルチェラメンズ初期。ニットキャップと体育教師みたいなパンツはゴールデングースです。そしてインナーのこのタートルカットソーはジルサンダー。メイヤー夫妻がやってる今のジルサンダーは、高くて手を出しにくいで有名ですけど、毎シーズン出してるカットソーは使いやすくてコスパがいいと思います。でもまあまあ高いですけどね。でちょっとやりたいことがあるんで少々お待ちください。はいはい、持ってきたのは大きめなノリじゃなくて MM6 とザ・ノースフェイスコラボのヌプシスカーフ。これ実生活だと登場シーンが少ない傾向にあるので、好きあらば動画に登場させていきたいと思います。なわけでどうでしょう、ダウンオンダウンなコーディネート、やりすぎなのは分かってますけど、マルジェラおじさんなんで許してください。っていうか旅の話でしたね今回。何やったって旅さえ入ってればおしゃれという都市伝説があるので、オールオッケーでしょう。さあ果たしてしーちゃん審査員が選ぶ一番かっこいい旅はどれどれ？もしかして食べ物以外は興味ない？